どうも、ねむたけです。スノーランナー、続きをやっていきます。ですね、前回、小札湖の探索を終えたところでしたね。それで、今回から、仕事をやっていくという感じですね。とにかく数が多いんでね、あんまり考えずに、適当に手をつけていく感じにしましょうかね。で、これ録画始める前にちょっとざっと見てたんですけれども、これかな、はい、これをちょっとやろうかなと。ここスタートなんでね、楽かなという。で、確かここに行くのがあったんですよね。 V15 柱違ったっけな。はい、ちょっとルート書きました。ガレージ出て、ここで積みます。そんでもって、こう、道なりですね。に行って、ここがね、ちょっと大変っぽかった。ここが行けるかどうかわかんないですけど、ここ越えて、で、ここで納品。で、この柱に行くやつが確かあったと思うんです。それもやって、そんで、またちょっと道なりにこう行きまして、で、ここで車両横が部品を回収して、で、それをガレージまで持っていくと。で、この車両横交換部品を持っていくのが異常気象ってやつなんですけど、これね、これもついでにできたらベストかなというところですね。で、クレーン用でね、クレーンがこれを回収するのに必要なので、クレーン付きのトラックにしないといけないって感じですね。さて、じゃあ行きましょうか。さて、ちょっと行けるかどうかね。アメリカのトラック、おお、クラッ、いけるのかな。マッドのチェーンがないんですよね。てかマッドタイヤがないんですよね。だから若干不安ではありますが、せっかくね、 DLC で手に入ったばっかのトラックなんでね、こいつを使ってみることにしましょう。最初の問題というか疑問は、なんか岩だらけの細いところを通らなきゃいけないっていう部分ですよね。あそこ多分ウインチもかからないし、鉄骨、鉄骨張りね。はい、OK。ウインチも多分かからないし、もうパワーが足りないとしても、ウインチで引っ張り上げるということができないから、登れるかもわかんないし、横転しそうになった時に助けてくれるものもないと。結構厳しい戦いになりそうな気がしますね。この辺は問題ないよね。どっから入るんだ？おっと、これはやばい。ここだね。これはいけんのかな。迂回した方がいいんじゃねえか説あるよな。一応行ってみるか。もう一回切り返した方がいいかな。
いや登らねえな。あの動力のないタイヤが引っかかって登れてないんだよね。ほんとひどいな。あのタイヤがなきゃいけそうなんだけど。オッケー、いけそうだぞ。いやー、ここはやばい。いやー、なんとかいったね。大したもんだ。あの真ん中のタイヤ邪魔だな。邪魔だなはちょっとあれか、よかれと思ってつけてくれてるんだけど、何用のタイヤなのかよくわかんねえんだよな、いまだに。さて、でもこれでほぼほぼいけたんじゃない。こいつのお届けに関しては大丈夫でしょう。いや、そうでもねえかもな。そうでもねえかもな。何ここ。いや、ひでえ道だぜ。まあ、でも周りに木があるから雰囲気かけりゃなんとかなったな。どっちどっち、こっち。オッケー、持ってきたよ。やばい。オッケー。さあ、納品です。はい、オッケー。一時的な仮修繕。以前ほどまっすぐではないかもしれないが、しばらくは持つだろう。次は交換すればいい。はい、ありがとうございます。でもって。なるほど。まあ、いけるかどうかわかんないけど、とりあえず、マーカー通りに行ってみるか。道悪いな。結構頑張って走ってるけどね、こいつも。OKOK。いや、マジかよ。なんだよ、ここ。いや、ひどすぎるぜ。
これか。うわ。終わった。まあいいか。届けるって仕事は終わったしな。じゃあこれやりに行こうかな。クレーン付きトラックか。よし、まあルートはこんな感じっすね。ここね、ショートカットできたらしたいなっていう感じですね。で、車がですね、はい、こちらです。てれーん、ジクズ。読み方もジクズかどうかはわからんかな。かわいいでおなじみこの1枠2台超かわなんだが、さあ頑張っていきましょう。そういや見つけた新しい車もあったな、トラック。あいつ回収して使うって手もあったか。まあ回収するか1台購入するか、まあどっちでもいいんだけどね。そうか、その手もあったな。おっと厳しいぞ。あれ、おお結構頑張ってるじゃん。お、どうしたどうした。いいぞ。無駄に前から見たくなってしまうな。おほほほ、やばい、ちょっと斜めになってる。これ嫌だな。まあこのぐらいちっちゃければショートカットも意外とやりやすいね。ここちょっとまばらなんだけどね、木が。オッケー、ショートカット成功だぜ。で道に戻ってと。おお、そうか、飛行機だと思ったけどヘリなんだな。さてさて、荷物ってのはどれだ。あれか、ちょっと足が悪いな。オッケている。よし。え、トラックがちっちゃいから
なかなか厳しいな、これ一個引っ張るのも。さあ、あとはこれをなんだっけ、これかどこに持ってくんだ、あ、ガレージね。ということは、まあ安全にでかい道を通るならこっちかな。まあね、冒険する必要ないよ。出るかな。おー、怖い怖い怖い。ちょっとあんまり余裕かましてるとえらい目に遭うよ。ちょっとスピードが出るな。どうに入れるか。意外と下ってんだなこれ。いや意外と険しいな。オッケーオッケー、これであとはかなり楽になるはず。もうほぼいけたっしょ。おっとやべえ、抜けれるかな。すげえなこれ。よくできてんな。すごいね。なるほど、でかい道はでかい道でああいう罠があるんだな。よし、到着だ。なんとか行ってきたな。なかなか大変だった。ガレージの近くでこの難易度だからな。しんどいなこりゃ。おーおお、滑る滑る。はい、お届けですよ。はい、どうも。異常気象。さて、霜と雨の中で20年が経ったが、この材料も劣化したな。しかし錆びた鈴よりは役に立つぞ。ありがとう兵士よ。はい、どうも。一旦開始でいいよね。 OK。 せっかくだし走って帰ってみるか。OK、 お疲れさん。